軽木鉄製のちぎりきちぎり技術は日本の武術の一種。ちぎり器は、菓子などの硬い木の棒の先端に、鉄製の石突きと鎖奮銅がついた、武具、ホグである。鎖は、単に棒の先端に固定されているものと、棒の中の空洞に収まっていて、振り出し式になっている振りづと呼ばれるものがある。奮銅で相手を撃ったり、巻きつけて、動きを封じるといった使用法がある。また、 ほぼ胸の高さに達する長さであることから、ちぎりきとも表記される。いさかい果てての棒乳切り子という慣用句が示すように、かつての農村における喧嘩の道具としては、棒と並んで一般的なものであった。ただし、日常的には重いものの運搬時に肩にかける棒や、ものの重さを計測するために使用されるミングであり、鎖奮銅を取り付けたちぎりきは、 武芸に使用するために改造されたものである。武器として使用されるに至る歴史には、不明な点が多く、特殊な武術と言える。鎖釜と同じく一流派としては、独立することなく、あくまでも総合武術の一部として取り入れられ、長さも使用者によりまちまちであった。荒木流、木楽竜、木光流、武標史竜、東電竜、堤宝山流、京神明智流。 戸ダ流、発実権利型一流、など、いくつもの流儀に含まれていた。特に、年流、中条系の流派によく見られたようである。ありがとうございます。